近鉄で31系電気機関車は、かつて近畿日本鉄道に在籍した電気機関車で3両が製造された。塩浜研修車庫の入れ替え機級で32養老線東方検車場で3 3百9 4 8年に三菱重工業が製造した運転整備重量40トン級の箱型電気機関車で大井川鉄道 E10 系電気機関車や神戸電鉄。 700系電気機関車は同系機である。31から33の3両が製造され、31は伊賀線、32は名古屋線、33は南大阪線に配置された。3両とも狂気用だったが、32は1959年の名古屋線改め記事に標準機に改造され、デッキの手すりや空気ダメの改造、 移設が行われ、次長が40.8トンに増加した。33は1964年、31は1971年に、養老船に転属して、貨物列車の経引に使用された。その後3両とも、ATS 取り付けや全照灯の二等式、シールドビーム化といった改造が行われ、31と33には全面に、入れ替え用のステップが付けられた。 養老船に転属した31と33は貨物列車の廃止により晩年は入れ替えや除雪用として働き2000年11月に廃車解体された。で32は1983年に除雪された後、塩浜研修車庫の入れ替え専用機となった。図色がライトブルーとホワイトに塗り分けられ2010年現在も稼働している。括弧内は32の数値。 ありがとうございます。